皆さんこんにちは行政書士合格の取説のバタのズバッと重要論点ポイント解説講義行政法編第2回を行っていきますよろしくお願いしますさあ前回から始まってきました行政法編ということでん今回2回目ですねテーマとしては行政行為を見ていきたいと思います はいまあ、サブタイトルはね。なんか半分遊びでつけたので、こう意味特にないと言いますかね。止まらない行政列車なんですか？ってこともありますけどもはい、あの行政行為の効力について、えー、具体的な話をしていきたいと思います。はい。ではテキストはああ32ページを出してください。テキスト32ページです。はい、まあここ まで来るときにいろいろな行政活動はざっくり見てきてると思うんですがその中でもやはり行政法で一番出るのが行政行為という活動ですとやはり独特なんですよねあの一般的な民間の人同士の活動ではないものがありますからそこについて学習していきますで前回のスタートアップにでも話しましたがあの行政法の世界だととにかく相手が不特定多数の国民ですから 迅速な対応が求められますと。はいで、これ迅速な対応すべき時に選択される行政活動が行政行為です。講義使いにイメージをつけておきました。例えばこう税金取りたいとなった時に、えー、契約で取りに行くのは難しいですよね、えー、税金払ってください。よって言うと相手が嫌だっていますから、そうするとダメですね。 なので、こう一方的に税金払えってことを主張する権限を与えないといけませんと。それが行政行為としての課税処分です。あくまで行政行為っていうのは学術上の言葉なんです。で一般的なこう普段日常生活の中でニュースで聞,きに聞く言葉としては、課税処分って言いますね。はい。税金取りたければ行政行為という形で課税処分をかけると、ここで一方的に義務を課しますよね。 私たち国民が嫌だと言っても、これは義務なんです。そしてえ次回のテーマになりますが、こう義務を課したところで、実際に払ってくれなかったら意味がないですから、こう最終的には強制執行が待ってますあ。税金滞納しましたよね、じゃあ差し押さえていきますという形で、私たちの財産が行政に持ってかれるということまで決まってますと。はい 同じように、まあ、違うところ、同じよううに違うって変ですが同じように下見てもらうと例えば目的が違法建築物を撤去したいという話であるならばやっぱりこう話し合ってこう撤去していくの難しいですよね。はい、これは違法建築物の例ですけどゴミ屋敷のゴミの撤去もなかなか難しいわけですよ。あれは集めている方からするとお宝ですから宝物ですからね。 はい。手放したくないと思ってるんで、こう行政がこう話し合いに持ち込んでもなかなか聞いてくれないと。だったらば、こう、ゴミの撤去命令を出すしかないですね。行政を行出すしかないということです。やはりこの撤去命令とか住宅命令も出すだけ出して聞いてくれなかったら意味がないですから、その時きは、まあ、強制執行ということで、これはたまにニュースでありますかね、行政大執行ということが行われますと。 役所の職員がやってきて、ゴミ屋敷のゴミを撤去するとか、業者がやってきて、違法建築物を撤去するとか、いうことがありますと。というところで、まず全体的なものを押さえていただきます。そして、上下に共通なのが、あの、法律ですね。法律がないと、こういった行政法を出せないですと。これは、今日は詳しく見ませんが、10ページで、皆さんはね、 法律による行政の勉強をしていると思います。危ない行政活動をするときは、法律がないとできませんよと、国民の代表者が選んだ方々が作った法律がないとできませんよ。これが法律による行政です。行政行うの前提は法律なんですね、はい。そこは押さえてあげてくださいで。イメージをつかんだ後は、やはり試験問題はあの定義。 難しい言葉できますので、この定義を抑えると、はいあの、法律に基づき、公権力の行使として行う権力的な行為と、はいまあ、権力的って一方的ですってことね。で、一方的にやってどうなるの相手方の国民の権利義務を変動させる、まあ、税金払いといったら、税金払う義務が具体的に発生するんだという話です。これ定義ですね 押ささえてみてみください行政行為は幅広いので、今日うすべて見ることはできないんですが、えー、と次、35ページを見てください。2番で、行政行為の効力とあります。これ、4つは非常に大切なので、定義も含めてしっかり押さえていただきたい。ただ、やはり定義だけ押さえにても難しいので、イメージもつけていただきたい。ですからまず36ページを 見てください行政行為の効力のイメージと、このイメージをつかんでから定義を覚えていくと、この流れですね。はい、先ほどと同じ例で、税金取りたいというところから、えー、行政行為がありますということで話をしていきますで。行政行為の不思議な力っていうのが4つあるんですが、この事例で、えー、と勉強できるのは3つですね。 まず肯定力例えば、法律でこんな人に税金かけていいと決まっているのに、実際にかけるべき相手間違えているかもしれません。もしくはあ、取るべき税金の額が多めになっているかもしれません。つまり、課税処分が間違っているケースもあるわけね。で、普通間違ってるんだったら、そんなの払わなくていいと思うかもしれません。ただ 行政公の公録として、処分が間違っていても、国民側がおかしいぞって言わなければ、手続きは止まらないです。これね、肯定力って言いますねで。このクレームっていうのは、ちょっとざっくりした形で、取説は書いてますけど、例えばこの後勉強していくと、こう、役所側、行政側ですとか、 ただ裁判所に対して、こう、おかしいから取り消してくれと。その課税書もおかしいから取り消してくれと。取り消しを求める。取り消しを求めて、実際に認めてもらう。これおかしいよねって。はい。あの、そこまでやらないと、手続きは止まりません。 ですから、おかしいなと、私、こんなに税金払う必要ないと思うんだけどなと思っても、ちゃんとそれは放ってお,くべきあの放っておかずに、しっかりと行政がもしくは裁判所に取り消しを求めていかないといけません。じゃないと手続き止まりません。止まらないってことはこう、課税処分出して、どんどん進んでいって、最終的には皆さんの財産差し押さえかかるので、これは避けたいですよね。 はい、これが肯定力ですじゃあこのクレームを出すっていうのがいつまでに出さなければいけないのかこれも決まってますはい、あの下はぼやかしてますが一定期間過ぎると国民がクレームを出せなくなるとこれ不可送力って言いますこれから行政事件訴訟ですとか行政不服審査を見ていくのでそこで具体的な日数は覚えてもらったらいいんですが 大体、行政側にクレーム出すときは3ヶ月。裁判所側では半年です。それより過ぎちゃうと、もうおかしいよねってクレーム出すことすらできないと。これ不可創力って言います。まあ、行政側としても、あの、3年前の税金おかしくないですかって言われても、3年前の税金も取って使ってますから、だったらもっと早く言ってよということです。 ですから、不可総力ってものもあります。はい。今、二つ行きましたね。クレーム出すまでは手続きは止まらない。そして、そのクレームも一定期間過ぎると言えないよ。じゃあ、言えなくなっちゃったらどうなるのか。ずーっと進んで、強制執行きます。詳しくは次回ですが、この強制執行もすごく力があって、 裁判所のチェックを受けずに差し押さえることとができますとこれ例えば、民法の世界だったら、僕と皆さんでお金の貸し借りをして、僕がお金を返さなければ、皆さんは裁判所に行って、私の財産を差し押さえてもいいかと聞く。そこで認めてもらったら、晴れて僕の財産は差し押さえかかるんですよ。裁判所のチェックはあの民法の世界では入るんです。民事法の世界では。 たら裁判にかけるってまあ時間かかりますよね。まあ、裁判所にお願いすると時間かかるわけですよ。なので、行政法の世界は迅速性だから、裁判所にお願いする時間はないと。行政の中で単独でやってしまう。これもできるんです。はい。これを行政行為の自力執行力って言いますね。すべて迅速性の確保ですと。はい。前回から伝えてます。迅速性って言葉は非常に大切ですと。 はい、非常に危ない効力を持たせているのが行政行為だと思ってください。はい、で、そのイメージのもとに、この行政行為の効力を皆さんは覚えていただくということになりますね。はいまあ、ここは基本的にすべて大切ですから、チェックするとすべてね、チェック入るので、あえてこの講義ではチェックしませんが、あのしっかりと押さえていただきたいというふうに思います。はい という理解をね、しっかりしてから、この効力を覚えるのは非常に大切なことだというふうに思ってください。あとね、せっかくなのでもう一点お話ししときましょうか。肯定力見てください。たとえ行政行為が違法なものであっても、当然無効とされる場合を除いて、権限を有する国家機関により取り消されるまでは有効な行政行為と。手続き、間違っていても止まらないよということですが、ここです。 当然無効とされる場合を除いて、はいあの、あまりにおかしな行政活動は、行政行為はあの無効です。そんなのありえないと、うん。それこそ、税金を払う相手、まあ、か,けるか,かける相手を間違えていると。これ、ものすごいミスですよね。 例えば、税金のこう税額を間違っているならまだ分かるんですよ。ただ、かける相手を間違っていると、よりおかしいわけね。あまりにもおかしい行政行為は無効って言い方をしますあの。詳しくはこれ、行政行為の可視ということで、あの37ページ見ていただけたらいいです。まあ、少し見ましょうかね。 はい。あの、37で、この歌詞ある行政行為とあります。行政行為に関しては、歌詞の欠陥の考え方があって、まあ、一般的な歌詞ね。先ほども言いましたけども、税金が普段より多くかかったぐらい。これ、どういう話かというと、そういう場合は、取り消し自由といって、先ほどの肯定力は働く。つまり、行政行為有効です。 争って取り消されればなかったことになりますが、基本的に有効ですと。ただ、行政行為の重大かつ明白な箇所があればいい。この場合、無効重です。はい。支払う必要がない税金を払えと言われた。これ完全に無効なんですよ、ということなんですね。で、 じゃあ、これ、どういう話になっていくかというと、例えば、こう、取り消し自由と言われている場合、これ、有効なので、ちょっと書きますけどね。有効ということは、ここには、肯定力ありです。そして、負荷、総力ありです。うん、先ほど言ったように、 まあ、一定期間争いをしなければ、何も言うことができなくなると。不可層力が働くと。で、無効自由っていうのは効力ないと書くので、その肯定力ですとかね、不可層力がないんですよ。特に不可層力ないってことは、 こう一定期間に争いなさいっていうのがないので、何年経ってもできるんですね。で、今はちょっと分かんないかもしれませんが、これ後回し OK のところ。肯定力があって、不可想力があるという場合、争う訴訟としては、取り消し訴訟をしますと。はい。取り消し訴訟をしますと。で、逆に無効ですよという場合ね。 無効ですよと場合、肯定力はない、不可想力ない。ということは、これ、半年以上経っても、何年経っても、無効なことを確認してくださいという訴訟で争うことができるんですよ。これ、詳しくは行政事件訴訟法で勉強しますけども、はいえっと、自分のところに来た行政行為が、まあ、通常の欠陥で、 取り消すとい,という話になっているのか、もしくは取り消すまでもなく無効となっているのかっていうのは、はい、最終的にはどういう訴訟で争うのかにつながってきます。き、まあ、今日この段階で行政事件訴訟法まで見ていなければ、まあ、そんなものかぐらいで構いません。まあ、後回しを OK にしてますしね。ただ、一度行政法の勉強をしたということであれば、このあたりはしっかり理解していただきたいので、また該当ページを見てあげるといいかなと思います。 ということに今日はしておきましょうかね。なかなか行政行為は難しいので、こう、一回では分からないかもしれませんが、繰り返し繰り返しね、こう確認していくようにしてください。で次回はこう3回目です。行政上の強制手段ですね。まあ、大執行でご神木を一刀両断と書いてますが、まあ、これ実際に起こった事案なので、軽くね、こういったものも説明していきたいと思います。 はい。では本日2回目は以上ですね。また3回目もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。